前回のあらすじ。唐突にやってきた大型アップデート。待ち受けていたのは無数の仕様変更。そして倒したはずの敵の一斉復活。ずっと名無しだったモブたちにはついに名前が与えられた。その裏で空回りするバーナー。声しか聞こえない透明な敵、消えるビーコン、アーリーアクセスの脅威は確実に増していた。要するに辛いってこと。なんとなく初見で挑んだミニゲームにはわからされ、アプデに馴染めない私をさらに追い込んだ。要するに辛いってこと。予定では拠点の改築を進めるはずだった。しかし鳴り止まない敵の声が気になり、軽い気持ちで高所への探索を始めた。声の主は透明だったがやべえのはいた。HP 回復の修正に助けられた大型モブ戦。辛くも勝利した私はさらに上へ。待ち受けていたのは場外押し出しスマブラコンビだった。要するに悪質ってこと。降りようとした私の目に飛び込んだのは黄金の鉱脈。意図せず発見したそれはずっと探していたものだった。要するに予定変更ってこと。私は完全に黄金に見せられていた。もはや事故死など些細な出来事だった。むしろ死んだ方が助かる。実況的な意味で、戻る私を待ち受けるは隙を生じぬ二段構え。要するに助かるってこと。実況的な意味で、メイン拠点そっちのけで取り掛かること数時間。皮肉にもここはどこよりも綺麗に整理された。なんなら捨てるほど黄金まみれになった。ようやく開いたリサイクルショップ。そこは工場を彩る品で溢れていた。すべては来たる大改築のため。ここからが本当のサティスファクトリーだ。どうも、ナスビーです。今回からはいよいよ工場の大改築。この面白みにかける雑な工場とはおさらばし、終盤攻略を見据えた工場へと一進する。しかし前回テンション上げすぎたせいで、いつの間にか電力キャパはギリギリになっていた。まずはこれの改善から先にしなければならない。というわけで久々の石炭スキャン。あのエグい納品を済ませない限り発電も石炭で打ち止め、大規模工場の礎を作るには、最低でも電力は今の2倍は欲しい。とりあえず近場に手つかずの石炭発見。コメントを見るにビーコンはマップ統合で廃止されたらしい。今後はマップで直接マーカーを立てられる。無駄に寄り道しないようマークしておこう。ちょうど石っぽいアイコンがあった。これを黒くして石炭っぽくしよう。というわけでマーキング完了。慣れるとビーコンよりかなり使いやすい。ではマークした場所まで突っ走る。壊した資源もアプデで復活してて割と美味しい。こんなところに硫黄なんてあったか。まあ取れるものは取っていこう。そして近くまで来たわけだが、低純度なのであまり発電量には期待できない。というかここ最初の発電場所の近くだった。ここから引っ張ればもっと楽だっただろこれ。まあそんなの今更気にしても仕方ない。ここ二つあるのに両方とも低純度だぞ。簡単には発電させないという強い意志を感じる。しかしすぐそばにはしっかりした水源。簡単に満足されたら悔しいじゃないですか。やはり悔しさは万国共通らしい。まあこの採掘機なら低純度でもそこそこいけるだろ。水だけはめちゃくちゃ余裕ありそうなのがほんともどかしい。まあ多少足りない程度ならブーストすればいい。とりあえずいけそうな台数だけ置いて様子見しよう。用水は4台もあれば十分だろう。水の問題は量じゃなくてパイプの邪魔具合だ。電気はすぐ横の発電エリアから引っ張れば済む。おい後ろから来るのはやめろ。お前もアプデで復活した口か。遠距離には遠距離で対抗してやろう。初めての鉄筋ガン実戦投入。うさばらしアイテムとかしていたが実は結構強い。タフな遠距離野郎も2発で倒せる。こいつは体で素材隠したりしないから良質。どこぞのファンをもどきとは違う。では丘の上から石炭を引っ張るぞ。低純度だとこんなにもスカスカ。お前の頭皮もスカスカとかうるせえぶっ飛ばすぞ。とりあえず両側ともスカスカライン構築。あとは水を引くだけ。この辺はすでに前回の発電で見せた工程なのでカット。採掘機の性能が上がれば低純度でも割と動かせる。電力キャパも約2倍に上昇。これでようやく当初の目的にかかれる。発電グラフも常に最大値なので、石炭発電エリアは第1第2ともに問題はない。戻るついでにコンクリ加工も強化しておこう。これもマーク2に上書きするだけで効率が2倍になる。加工ラインも1つ増やしておいた。まあこれは一旦放置で数だけ貯めておく。
というわけで電力強化施設間、ここのラインは一度完全に破壊して、上の砂漠地帯により広範囲に敷設し直す。まあ当然お前らも復活してるわな。鉄筋岩は強くてもヒットオンがないのでやや気持ち良さに欠ける。おいアプデ前はこんなのあったか。ライン引いてる時点で確実にここは通ってる。いろいろと新規で配置された資源も多いのかもしれない。ボーキサイトはいずれ使うので取っておこう。さて新しい工場土台はこの辺でいいか。何もない砂漠はやや高床にすれば、崖などの障害物もなくかなり広範囲に土台を広げられる。おい誰かコンクリ持ってねえか。ちょうどいいコンクリーターは、どうせ誰も来ないなら常時宇宙に繋げておく必要もないだろう。というわけでエレベーターは土台として生き続ける。まあ最初はこんなもんでいいだろう。拡張は都度行えばいい。向こうの工場の解体資材はここに集めておこう。ちなみに解体は資材回収で重労働だぞ。ではひと思いにどうぞ工場長。これで一番面倒なのはすぐインベントリが埋まること。埋まるたびに移転先まで往復して運ばなければならない。というわけで数十分かけてざっくり解体。ついでに向こうのベースとつなげて拡張した。これなら今後増える設備にも対応できる。ハイパーチューブの調整とかはまた後で考えよう。次は近場の鉄資源の改革から。というわけで試行錯誤の結果こうなった。あまりに上調だったので途中作業はカット。前から活用していた2つの鉄鉱脈をこちらにつなげ、二次加工しやすいようコンテナから4ライン形成。次は加工ラインを整備していく。供給ラインを整備してこうなった。向かって右側は鉄板、左側は鉄ロッド。大量のインゴット供給を無駄なく裁くべく、製作機を横並びでありったけ配置。この作業時間で増えたクーポンでお買い物もしておく。大規模工場にはかっこいい足場が欲しい。これらを駆使することで立体的な構造を作りやすくなり、2階3階と階層を分けてラインを管理しやすくなる。というわけで2階部分がざっくり完成。製作機で生産した二次加工品は上に運び、ラインを整理して再び次の加工に流していく。上は鉄の作業足場と手すりで工場感を演出。下の階も見えるよう吹き抜けにして閉塞感も緩和。問題はラインが複雑化するここから。次は加工した資材を上に運ぶライン作り。まずはロッドからのネジ加工を仕上げよう。というわけでここも作業カット。試行錯誤が不毛すぎたので結果だけお見せする。すべてネジ加工するとロッドがなくなるので、2階に運ぶ過程でコンテナを2分割、別の加工ラインに流せるよう調整しておいた。鉄系資材の後半は加工ラインが複雑すぎるため、スタートラインをしっかり整備しておかないと後で泣きを見る。なお裏は繋がればいいやの精神。調整不要な部分はとことん手を抜く。現状だと飛ぶ手段がないので上下移動ははしごだより、電柱は後ほど天井と床に埋めてきれいにする予定。まずは問題を可視化しやすいよう普通の電柱でつなぐ。これを初期電柱でやってたらハゲるなんてもんじゃない。続いては加工したネジの仕込み、反対側のコンテナに流しておき、後ほど鉄板と合流させる。まずは鉄板を上に運ぶライン作り、これも管理しやすい位置にコンテナを置いておく。次は搬出口をすべてつなぐ作業。一旦端まで伸ばして外周部分をつなぎ、合流機をアホほど並べていく。並べたら次は一番楽しい瞬間、すべてを一気につなぐ回数の儀。ストックされた鉄板が一斉になだれ込む光景にうっとり、ロッドやネジもこの工程を経てるので、今回はかなりの回数うっとりしている。続いてコンテナからコンテナへ上階運搬。上のコンテナからスナップさせて下に降りると簡単。床を貫通してもしっかり運べるコンベア先輩には頭が上がらない。ここも繋がればいいやの精神。鉄板の二次加工は消費が緩いので、無理に2箇所繋がなくても足りる。というわけで2箇所繋いでいく。片方だけ空いてたらなんかモヤモヤする。こういういらんことしてるからラインがごちゃついてくる。床下からこんにちはしてくるコンベアさん。安心してください。そのうち慣れます。裏方のラインなんて繋がればいいんですよ。ダメじゃねえか。要するに繋がらないってこと。というわけで繋がるまでやります。
一度つなげると決めたラインを諦めてはいけない。どんな手段を使ってでもつなげろ。そこに誉れなどない。それでラインがこじれても未来の自分が何とかしてくれる。それより今この瞬間の喜びを大事にしたい。どうせこんな裏側なんて気にしなければなんともない。要するに気になるってこと。これでネジと鉄板のコンテナを上階で横並びにできた。あとはこれを組み立て機につないでいく作業。上階もだんだん様になってきた。やはり絶え間なく流れるラインは美しい。ネジと鉄板から組み立てる強化鉄板は3台編成にした。二次加工の時間が長いのでこの数でも多分足りる。続いて強化鉄板とロッドでモジュラーフレームのライン作り。これも後ほどアホほど使う。強化鉄板はすぐ横で加工してるので簡単だが、ロッドをここまで運ぶのはちょっと骨が折れる。組み立て機が絡んでくると高確率でラインは不細工になる。とりあえず先に強化鉄板の仕込み。まだ埋めてない天井があるのでこれも並行して行う。供給ラインは先ほど同様に端を結び、あとは分岐で綺麗につなげる。さてここからが大変だぞ。ロッドも他に回せるようコンテナは調整済みだが、反対側なので邪魔にならないようラインを迂回させる必要がある。とりあえず横付けしたコンテナに余剰分を輸送。次はネジライン同様に背面から反対側に伸ばす。ただ隙間がもう少ない。早くも設計ミスが目立ってきた。しかしこれが当たり前。こんなの最初から計画通りに行くわけない。このゲームのプレイ時間が異常に長くなるのは大体そのせい。これは試行錯誤を楽しむゲームである。1マス分ずれて不細工になったラインを修正し、結果に対して何度でも一喜一憂する。満足のいく工場作りとはつまりそういうこと。ほら1マス直すだけで綺麗になるだろ。延々これを繰り返すことに喜びを感じろ。要するに工場長になれってこと。これでロッド搬入の仕込みが済んだ。あとは空中でうまくつなげるだけ。先にポールで高さを調整しておくと便利。繋いだら撤去するのでポールは何でもいい。おい狭すぎてコンベア先輩ですら根を上げてる。形が不正とか今更ごたくを並べるな。いつも平気でやってることだろうが、床貫通できるのにどういう基準なんだ。一マス足りねえ問題はこのゲームの命題。この修正作業中が最も性を実感する。次は搬出口の仕込み。こっちは一本なので簡単。横付けしたコンテナにただ流すだけでいい。開通時はストック分が一気に流れ込むが、モジュラーフレームは加工時間がクソ長い。そのうちほとんど流れ込んでこなくなる。要するに辛いってこと。これでモジュラーフレームの加工ラインも完成。後ろ側がややブサイクだが今はまあこれでいい。一通り整備が終わってからゆっくり直そう。電力キャパもそれなりに埋まってきた。一部は停止を起動を繰り返すので、電力消費は最大値より100ほど低い。それより問題なのはキャパが安定してないこと。おそらく石炭発電が1台不安定になってる。おそらく効率調整でスラップをぶっこ抜いたことが原因。やはり端の1台だけ水が行き届いてなかった。これは揚水ポンプにスラップをぶち込めば治る。ほんの少しでも供給が上回れば水量は次第に安定期に入る。スラップを入れる前は干からびていたが、今はじわじわ水量が増えていっている。上のキャパグラフを見ても波が安定したことがわかる。あとは変にいじったりしなければ発電が途切れることはない。要するに発電ラインのスラップぶっこ抜きはやめとけってこと。遠くから見ると前とは見違える工場っぷり。ちなみにこの時点で前回ラストから5時間ほど経っている。まだ鉄加工は不完全でどうに至ってはノータッチ。やらなきゃいけないこと多すぎてハゲそう。要するに楽しいってこと。調整用のパワースラップが足りないので探索もしておきたい。この砂漠は見通しがいいのでアイテム探しは割と簡単。これは未だに紹介できてなかった硬化ポット。近辺にはアイテムが散乱し、ポット内にはハードドライブが入っている。これは大体レシピのアンロックに必要なレアアイテム。普通に開けられるものもあるが、大体は電力を要求されたりして手間がかかる。あと手荷物多すぎて辛い。
やばい場所には大体何かある、シャードのエフェクトが見えてるんだよ。毒ガスで死なないうちに拾って撤退しよう。自動回復が強化されたおかげで今は特攻しやすい。アプデ前だと3ゲージしかなくて命がけだった。あとその辺に転がってる石英が美味しい。拠点近いのに戻るの面倒で無理やりアイテム集めるマン、あると思います。お前は何がどうなってそこに居ついたんだ。似たような個体頻繁に見かけるぞ。近場では最後の石炭の場所に着いた。こんな使いにくい場所だから加工順度。これもそのうち活用を検討しよう。これコンベアで繋いだらえげつない距離になりそう。かといってトラクターは面倒すぎる。やはりあれをアンロックするまで放置安定だろうか。とりあえずマーカーだけ使っておこう。この探索での収穫を整理しに拠点戻るぞ。まずは溜まったアイテムでママスキャン。大量に雑魚を処理したので栄養素と生物はいけそう。やっと回復アイテムをアンロックできる。とは言ってもアプデ後は自動回復でフル体力まで行くようになった。ぶっちゃけもういらなくね感はある。続いて石英タブ。その辺に転がってるやつだけでもそれなりに集まった。これも便利な装備品なので優先アンロック。ダッシュとジャンプが強化され落下ダメも軽減される。この手の装備品は一つ作ればずっと使える。アプデ後環境だと各部位ごとに装備品が分かれたため、前は不可能だったほぼ全ての装備品を同時に装備できるらしい。この脚力なら飛べなくても機動力抜群。探索やちょっとした拠点内移動もはかどる。スライディングジャンプの距離も大幅アップ。これ早く慣れないと感覚ずれて崖からダイブしそう。まあこの先ずっと吐きっぱなしだろうから問題ないか。工場長の足の匂いが染み込まないことを祈る。続いて硫黄タブ。これも砂漠に転がってたものでそこそこいけそう。圧縮石炭が出てきた。これは石炭の改良版でぶっちゃけあまりいらない子。硫黄との合成なので加工が面倒なのが一番のネック。まあ取るだけ取っておこう。黒色火薬もアンロック。これは硫黄の鉱脈をちゃんと見つけてから本格運用しよう。この先のアンロックもそれ以降に後回し。続いてポットから拾ったハードドライブのスキャン。これは毎回10分待たされる。そうです、10分後です。なんだこのなんとも言えないラインナップ。モジュラーフレームはロッド節約で使えそう。木から木炭を作るとなぜか石炭になる。モーターは石英加工が混ざってて面倒なだけ。やはりモジュラーフレームが良さそう。というわけで木炭にします。なんてこったこの一体にはもう気がない。一体誰がそんなひどいことを。続いて生物タブ。よくわからん新アイテムが増えたが、要するに生物資源を加工して持ってこいってこと。要するに貴重なタンパク源です。対象は何でもいいらしい。エイリアンとか安易に呼ぶんじゃない。向こうからしたら私もエイリアンだ。というわけでアイテムを揃えて一気に行くぞ。おい鉄筋ガンまたお前か。これアプデ前の仕様で取ったせいで行き違いになったのか。前提がただの無駄アンロックになってしまった。要するに辛いってこと。また貴重なタンパク源が足りない。まあこれ以上手に持ちたいものも今はあまりない。要するに今後の新武器にご期待くださいってこと。続いてカテリウム系のアンロック。これは電線を伝って移動できるジップライン。きっと出番はない。スタン鉄筋とか明らかにスタンで済まないだろ。あんなぶっといの刺さったら致命傷だろ。非殺傷どころかただ極悪にしただけだろ。なぜ麻酔針とかでなく鉄筋にしてしまったのか。初期の単焦スタンガンも実際数発殴れば死んでた。最初から慈悲なんてなかった。というわけで一通り完了。今回の改築はこの辺にして軽く全体を眺めてみよう。おい黄色の停止ランプ多すぎだろ。インゴット供給だらしねえな。やはりスラップぶち込まないとまんべんなく行き渡らないか。そして天井つけたせいで下の階暗くて見えねえ。これ完全に日光で日陰できてるせいだよね。夜の方が視認性良かった気がする。見にくいってレベルじゃないぞ。これ照明も導入検討しなきゃいけないかもしれない。まあ2階は日陰もなく視認性良好。問題はここも天井つけたら同じになるってこと。せっかく綺麗に揃えたのに全然見えなくて辛い。
そんなこんなで1パートで別物レベルまで発展したが、それもそのはず、前回ラストのデータとプレイ時間を比較してみると、この時点までで7時間も経っていた。初期設計でかなりもたついてあれこれ試した時間が長すぎた。累計でのプレイ時間はだいぶ飛んで18時間。この程度はまだまだ工場長としては初心者もいいとこ。語るには最低でも3桁はいかないと話にならない。そして納品ミッションが完全にノータッチのまま終わってしまった。次回はちゃんとラインを組んで次のティアに備えよう。では今回はこれで終わり。ご視聴ありがとうございました。